水槽の中の SCP-1867。アイテム番号 SCP-1867。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。SCP-1867 は 40×70×30cm の水槽で保存されることになっています。他にセキュリティは必要ありません。SCP-1867 の環境と世話は通常種と同じです。SCP-1867 から得られたものは安全な貯蔵金庫室16に保存されています。これらのもの、旧 SCP-1867 自体へのアクセスはレベル2職員の許可が必要です。2012、SCP-1867 は名作小説と自然雑誌を見せてほしいと要求してきました。要求は却下されました。説明、SCP-1867 は長さは 11.7 センチ、4.6 インチの赤縁竜宮ウミウシ、バリアブルネオンスラッグというウミウシの一種です。SCP-1867 は通常種と身体的相違はありません。SCP-1867 は懸命で5メートル以内の個人とテレパシーでコミュニケーションが取れます。自身をイギリスの探検家で博物学者のセオドア・トーマス・ブラックウッド卿と名乗ります。そのような人物はどこにも記録がありません。SCP-1867 は19世紀後半のイギリスの口調で話し、研究者とも親しく協力的です。SCP-1867 は第二次アヘン戦争での功績や世界各地の秘境、様々な珍しい人々や生き物たちとの出会いなどの、成し遂げた業績を繰り返し主張します。それらの主張の信憑性は疑われるものの、SCP-1867 は地理学、動物学、植物学、考古学、人類学、言語学はもちろん、秘境、不明瞭な神話、神秘論、未確認動物学についての詳細な知識を示しました。しかしながら、SCP-1867 にはできるとは思えず、1910年以降のいくつかの出来事の情報を故意に無視しています。その功績の証拠を求められたとき、SCP-1867 は、それらの、コレクションはその場所に有り余るほどに寄付させてもらったよ、とイギリスのに近い住所を教えてくれました。その住所を調査すると、3、女性、が所有するコテージでは、ブラックウッド卿のためにこの家を管理しております、と主張しました。さらに質問をすると SCP-1867 がすでに伝えてくれた以上の SCP-1867 の詳しい生態や起源は明らかにしてもらえませんでした。財団エージェントの調査の5日のうちに3は心不全で亡くなりました。コテージを調査したところ、3000以上の人工品、動物標本及び植物標本が5000点以上ある、機能的な旧式の研究所を含む地下金庫室が明らかになりました。3週間のうちに財団がすべてのコレクションを回収し移転させました。付録、1SCP-1867 のコレクションから得られたものの一覧はドキュメント 1867VL で見ることができます。以下は特筆すべきものです。116種類の未知の植物、107種類の未知の昆虫、28種類の未知のトカゲ、23種類の未知の魚、14種類の未知の両生類、12種類の未知の哺乳類、8種類の未知の恐竜の化石、12種類の有史以前の哺乳類の化石、29の未知の文明の出土品、SCP-1867 によって書かれた35冊の手記。記述は通常同じものだが、SCP-1867 が話すたびに誇張した表現へと若干の変化をし、その出来事の期間も記述する。20kg の処理されたアヘン。どの基地のメーカー製でもない参考系マスケット銃。PT モス博士の高性能分子分解銃、ドクター BT モース、S エフェクティブパーティクレデスタビリザース。これらのものは機能しません。水星、金星、火星、ガリレオ衛星の詳細な模型と地表探査のメモ。未知の用途の精密機械を含む10改造された車。ドアに、故障中。ヘンリーに行って、と書かれたメモが貼られている。削除済み、破壊しようとしたオブジェクトに4人のエージェントが殺された。これについて SCP-1867 に尋ねると、私のコレクションの取り扱いには気をつけたまえと警告したはずだが、あの忌々しい物体は見つけた時に私の頭を97回取ろうとしたからな。
付録、2、以下のインタビューは845、2012に行われた。博士おはよう1867。SCP、1867、おはよう博士、会えて嬉しいよ。さあ、座りたまえ。今、私の記憶が正しければ、前に会った時コンゴのウブラ族に捕らえられた時の話をしていたな。博士実は、君の話でいくつか質問があるんだ。わかっているだろうが、そんな部族は存在しないんだ。SCP-1867 そうだとも、村は模型で、無限部に襲われウブラはいなくなってしまったからな。機会があったにもかかわらずあの怪物を捕まえれなかったことを今でも悔やんでいる。あれはしつこく逃げ回るからな。博士なぁ、1867。我々は君の話が精巧なフィクションじゃない確証が持てないんだ。我々が君の金庫室で見つけたものや記録は簡単に偽装できるものだ。SCP-1867 ナンセンス、私がそのようなことをするとでも思うかね。なぜなら、私には博物学者の信念がある。私がこの施設に何度も驚かされているうちに、君は探検家の心を失ってしまったようだね。私が金山の僧侶を探してヒマラヤに登った時、他の者が何と言ったか心配したかと思うかね。そうだとも、私は私のために発見したのだよ。博士昇級し、君は自分がウミウシだとわかっているかい？ SCP-1867 をヤオヤワコードよ、酔っているのかい？そんな馬鹿げたことがあるか。賢明な君でなければわざわざ話す気にもなれないぞ。美味しいお茶でも飲んで酔いを覚ましてきなさい。